中町大門通行査店の付近大門通りとは、愛知県岡崎市中町を東西に通る道路の通称名である。大門とは、遊郭に出入りする門のことで、中町にはかつて遊郭が存在した。大門通りは、中町東遊郭の大門跡手前までを通る道の名残である。中町大門通行査店は、大門の手前あたりにあたる。1923年、板谷町。 天馬町の両遊郭から計36件が中町に移転した。移転先は当時の中町技五反田で岡崎市が組織した東遊郭土地株式会社が整備した場所であった。岡崎の遊郭は中町に集約され、龍安亀盟、高等の巷股を築いた。当時は名鉄名古屋本線東岡崎駅からここを終点とする定期バスの青バスが、 大門通りを運行していて活況であった。現在では遊郭こそ存在しないが、名鉄バス対樹字線のバス停留所に、中町大門通がある。中町ドンズ郭内は西端に東ずま通り、東端にあいい通りがそれぞれ南北を通り、東西の通りは、北から順に羽衣通り、高砂通り、やよい通りと通りに、名が付けられていた。遊郭外には、 風呂屋などの通俗的な施設も存在した。しかし、名物遊郭も戦時中には廃止される。開業して20年ほどで、その華やかな雰囲気は幕を閉じた。代わって遊郭は軍事工場の工員の宿舎などに使用されていたが、それも繊細で消失してしまう。現在でも市販の地図等で岡崎市中町を見ると、 中町七丁目で土地区画の形状が特殊になっていることに気づく。すなわち中町七丁目の区切りが中町東遊郭にあたる。ただし、現在の中町七丁目と中町東遊郭の因果関係を探ろうとすることは困難である。遊郭の街並みは完全に消えうせて住宅地として一新している。残るのはその独特な区割りのみである。 ありがとうございます。